猫ちゃんが人生の最後の段階に差し掛かるとき、彼らは特定の行動を示すことがあります。これらのサインを理解することは、猫ちゃんが心地よく尊厳を持って最後の時を過ごせるようサポートする上で非常に重要です。この動画では、猫ちゃんが生命の最終段階に近づいている時に見せる可能性のある行動について解説し、猫ちゃんとの別れをどう受け入れサポートすべきかを考えます。このチャンネルでは、猫ちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録をお願いいたします。その1、食欲の完全な喪失。猫ちゃんが生命の最終段階に差し掛かると、多くの場合食欲の完全な喪失が見られます。これは体が食物を処理する能力が低下し、または全くなくなるために起こります。猫ちゃんが食べ物に対して全く興味を示さなくなるのは非常に深刻なサインであり、飼い主さんは注意を払う必要があります。食欲不振は、猫ちゃんの体が疾患や老齢によって弱っていることを示す明確な指標であり、時には痛みや不快感が原因で食事を避けることもあります。猫ちゃんが食べることを完全にやめた場合、体内のエネルギー源は急速に枯渇し始め、筋肉組織を分解して生命活動を維持しようとします。これは猫ちゃんの体力と健康状態をさらに悪化させ、体の免疫機能の低下につながります。猫ちゃんが食欲を失った時、飼い主さんは直ちに獣医師に相談し、適切なサポートと治療を受けることが重要です。獣医師は食欲不振の原因を特定するために、様々な検査を行うことができます。また液体食や栄養補助食品の投与、食欲を刺激する薬の処方など、猫ちゃんが摂取するカロリー量を増やすための治療法を提案することが可能です。しかし、猫ちゃんが死に近づいている場合、治療の目的は症状の緩和と猫ちゃんの快適さの確保にシフトすることが多いです。この時期、飼い主さんに求められるのは、猫ちゃんに寄り添い、できるだけ快適な最後を迎えさせることです。その2、極度の隠れ行動。猫ちゃんが生涯の終わりに近づく極度の隠れ行動を示すことがあります。これは、猫ちゃんが痛みや苦しみを感じた時に、本能的に安全な場所を求める行動の一つです。健康な猫ちゃんでも、不安やストレスを感じると隠れる傾向がありますが、死に近づいている猫ちゃんは、特に静かで隔離された場所を探します。これは、野生の本能に基づく行動で、弱った状態で捕食者に襲われるリスクを減らすためと考えられています。猫ちゃんが家の中で普段は行かないような隠れ場所に入り込むことが多くなった場合、それは猫ちゃんが何らかの不調を抱えている可能性のサインです。隠れることで猫ちゃんは自分を守り、周囲から離れて安心感を得ようとします。この行動は飼い主さんにとっては猫ちゃんの苦しみを直接見ることが難しいため見過ごされがちですが、猫ちゃんが隠れる場所を選ぶことは、その猫ちゃんが自分の状態を最もよく理解している証拠でもあります。猫ちゃんが隠れる行動を示した場合、飼い主さんは猫ちゃんを無理にその場から動かすことなく、静かに見守り、安心できる環境を提供することが大切です。また、猫ちゃんが安心して休めるよう、水や食事を隠れ場所の近くに置いておくことも有効です。しかし、猫ちゃんの健康状態に深刻な変化がある場合は、専門家の介入が必要になることもあります。この時期に最も重要なのは、猫ちゃんが感じる不安を最小限に抑え、穏やかな環境を保つことです。その3、水分摂取の拒否。猫ちゃんが生命の終わりに近づいている
明確な兆候の一つに水分摂取の拒否があります。健康な猫ちゃんでも水を多く摂取する習慣は少ないですが、脱水症状は彼らの体にとって非常に危険な状態を引き起こします。猫ちゃんが水分を摂取しなくなると、その体内では脱水症状が進行し、体の様々な機能が衰え始めます。この段階では猫ちゃんは飲み水に対して興味を示さず、水を前にしても無視するか、または近づくことすら避けるようになります。水分摂取を拒否する理由はいくつか考えられますが、その中には飲むこと自体が苦痛を伴う場合や、猫ちゃんが体力的に極めて弱っており、水を飲むためのエネルギーすら残っていない場合があります。このような状況は猫ちゃんの体が自然の終末に向かっているサインと考えられ、非常に悲しい瞬間ですが、猫ちゃんの苦痛を和らげるためにも認識することが重要です。飼い主さんとしてできることは、猫ちゃんができるだけ快適に過ごせるようにサポートすることです。これには水を飲むことができない猫ちゃんに対して輸液治療を通じて水分補給を行うことも含まれますが、これは獣医師の指導の下で行う必要があります。また猫ちゃんが最後の時を迎える際には、静かで安心できる環境を提供し、愛情を持って見守ることが飼い主さんにできる最善の行動です。その4、一定の場所でじっとする。猫ちゃんが生涯の終わりに差し掛かるとき、多くの場合一定の場所でじっとする行動を見せるようになります。これは猫ちゃんが体力的にも精神的にも穏やかな状態を求めている現れであり、安心できる特定の場所を選んで、そこで静かに時間を過ごすことを好みます。この行動は、猫ちゃんが自分の体が弱っていることを本能的に感じ取り、安全で静かな場所で休息をとることで、できるだけ快適に過ごそうとしていることを示しています。一定の場所でじっとしている猫ちゃんは、外部からの刺激を最小限に抑え、自分の体を休めることに集中しています。この時期の猫ちゃんは、飼い主さんや他のペットに対しても、以前ほどの反応を示さなくなることがあります。しかし、これは猫ちゃんが家族を愛していないわけではなく、単に彼らが、自分の体と向き合っているためです。飼い主さんができることは、猫ちゃんが選んだ場所を尊重し、できるだけその場所を安心できる環境に保つことです。可能ならば、その場所を暖かく保ち、猫ちゃんが必要とする場合には、静かに寄り添うことで、猫ちゃんが感じる不安を軽減できます。また、猫ちゃんが穏やかに最後の時間を過ごせるよう、獣医師と相談しながら、適切なケアを提供することが重要です。猫ちゃんの最後の瞬間は、飼い主さんにとって非常に辛いものですが、猫ちゃんが平和に過ごせるようサポートすることが、最も大切な役割となります。その後、呼吸の困難または異常。猫ちゃんが生命の最後の段階に差し掛かる際に見られる、一つの明確な兆候は、呼吸の困難または異常です。この状態は、猫ちゃんが深く苦しそうに呼吸をする、異常に浅い呼吸を繰り返す、または不規則な呼吸パターンを示すことによって認識されます。これらの呼吸の問題は、猫ちゃんの体がもはや正常に機能していないことを示し、特に心臓や肺に関連する疾患が進行している場合に見られます。呼吸困難は、猫ちゃんが酸素を十分に取り込めず、体内の重要な器官に必要な酸素を供給できない状態です。この時、猫ちゃんは可能な限り酸素を取り込もうとして、体を起こした姿勢で座るか、首を伸ばして口を開けて呼吸することがあります。猫ちゃんがこのような行動をとるのは、彼らが呼吸しやすくするための本能的な方法です。飼い主さんとしては、猫ちゃんがこのような症状を示した場合、すぐに獣医師に相談することが最善です。しかし、
残念ながら、これらの呼吸の問題が生命の終わりを示している場合、治療の選択肢は限られており、猫ちゃんの苦痛を和らげ、できるだけ快適に過ごせるように支援することが主な焦点となります。その6、体温の著しい低下。猫ちゃんが生涯の終わりに近づく兆候の中でも、特に顕著なのが体温の著しい低下です。健康な猫ちゃんの平均体温は、約 38.5 から39.2 の範囲にありますが、猫ちゃんが死に近づくにつれて、その体温は、この範囲よりもかなり低くなることがあります。これは、猫ちゃんの体の代謝活動が低下し、体温を維持するためのエネルギーが不足しているために起こります。体温の低下は、猫ちゃんが寒さを感じやすくなることを意味し、飼い主さんは猫ちゃんが暖かく快適に過ごせるように、特別な配慮をする必要があります。これには、暖かい毛布やヒーターを使用して、猫ちゃんの休息する場所を暖かく保つことが含まれます。しかし、猫ちゃんの体温が著しく低下している場合、これはもはや猫ちゃんの体が生命を維持する力を失いつつあるサインであり、猫ちゃんが穏やかに、苦痛なく最後の時を迎えられるように、愛情を込めてケアすることが重要です。猫ちゃんがこのような状態にある時、飼い主さんができる最良のことは、猫ちゃんが安心して休めるように、静かで穏やかな環境を提供し、猫ちゃんの身体的な変化に敏感に対応することです。また、獣医師と密接に連携し、猫ちゃんの状態に応じた適切なケアを行うことが、愛するペットに対する最後の愛情表現となります。その7、全身の力のなさ。猫ちゃんが生涯の最終段階に差し掛かるとき、全身の力がなくなる様子が明確に観察されます。この状態は、猫ちゃんがもはや立ち上がる、歩く、または自分の体を支えることが困難になるほどの極度の弱さを示します。全身の力の喪失は、猫ちゃんの体が疲弊し、生命を維持するための基本的な機能さえも維持できなくなっていることを示しています。この段階では、猫ちゃんは大半の時間を寝て過ごすことが多く、起きている時で再活動の意欲がほとんどまたは全く見られなくなります。この全身の力のなさは、栄養不良、脱水症状、または慢性的な疾患の結果として生じることがあります。猫ちゃんの体は、病気と戦うために必要なエネルギーを生み出すことができなくなり、結果として、体力が著しく低下します。飼い主さんがこのような症状に気づいた場合、猫ちゃんが快適で安心できる環境にいることを確認し、愛情を持って看護することが重要です。この時期、飼い主さんは猫ちゃんの身体的なニーズに敏感である必要があります。これには、猫ちゃんが楽に休めるように、暖かく柔らかい寝床を提供すること、必要に応じて獣医師の指示に従って緩和ケアを施すことが含まれます。猫ちゃんの苦痛を和らげ、残された時間をできるだけ快適に過ごせるように支援することが飼い主さんにできる最善の方法です。その8、異常な声を出す。猫ちゃんが死に近づく異常な声を出すことがあります。これは猫ちゃんが不安、苦痛、または混乱を感じていることの表れであり、通常の鳴き声とは異なる、より切迫したまたは悲痛な音を発します。猫ちゃんは身体的または精神的な不快感を訴えるために鳴き声を使うことがありますが、生命の最後の段階ではこのような声がより頻繁にまたは特異的な状況で聞かれることがあります。異常な声を出す行動は、猫ちゃんが体験している内部の苦痛や不安を直接的に表現するものです。猫ちゃんがこのような声を出すとき、それは飼い主さんに対して何らかの形で助けを求めているサインかもしれません。
猫ちゃんが不必要な苦痛にさらされないように、またできるだけ穏やかに時間を過ごせるように適切な緩和ケアが提供されるべきです。この段階で飼い主さんが行うべきことは、猫ちゃんの身体的な快適さを最優先に考えることです。異常な声を出す行動に対して、飼い主さんは猫ちゃんを穏やかになだめ、声のトーンや触れ方で安心感を与えることができます。また猫ちゃんが苦痛を訴える声を発した場合は、速やかに獣医師に相談し、猫ちゃんが経験している可能性のある痛みや不快感を軽減するための措置を講じることが重要です。猫ちゃんの最後の時をできるだけ平和に過ごせるように、飼い主さんは愛情深いサポートとケアを提供することが求められます。その9、ケアへの反応の低下。猫ちゃんが生命の最終段階に近づく、通常喜んで受け入れるはずのケアや愛情の示し方に対する反応が顕著に低下することがあります。これは猫ちゃんが体力的精神的に衰弱しており、周囲の刺激に対して反応する余裕がないことを示しています。例えば普段なら撫でられることを楽しむ猫ちゃんが触れられることを避けるようになったり、お気に入りのおもちゃや活動に対して興味を示さなくなることがこれに該当します。この反応の変化は、猫ちゃんが苦痛や不快感を感じている可能性があるため、特に注意が必要です。猫ちゃんが痛みを抱えている場合、ケアへの反応が低下するのは自然な反応かもしれません。この時期、飼い主さんができることは、猫ちゃんに無理をさせず、できるだけ快適な環境を提供し続けることです。静かで穏やかな環境は、猫ちゃんが安心して休めるのに役立ちます。獣医師は猫ちゃんの状態に応じた適切なサポートや痛みの管理方法を提案することができます。猫ちゃんのケアへの反応が低下している状態では、飼い主さんの支援と愛情がこれまで以上に重要となり、猫ちゃんが最後の時を穏やかに迎えるための重要な要素となります。その10、不安定な歩行。猫ちゃんが死に近づく兆候の一つとして、歩行の不安定さが挙げられます。これは猫ちゃんの筋力が低下し、体のコントロールを失ってきていることの表れです。健康な猫ちゃんの動きは敏捷で安定していますが、生命の終わりに近づくと歩くことが困難になり、ふらつきやつまずきが見られるようになります。特に後ろ足の弱さが目立つことが多く、これは神経系の問題、筋肉の衰え、あるいは痛みによるものである可能性があります。不安定な歩行は、猫ちゃんが自身の体を十分に支えることができなくなっているサインであり、飼い主さんはこの変化に注意を払う必要があります。猫ちゃんがこのような状態になった場合、安全な環境を確保し、猫ちゃんが移動する際に怪我をしないようにすることが大切です。例えば高い場所からの飛び降りを避けさせるために、寝床を地面に近い場所に設置するなどの措置が有効です。この時期、猫ちゃんの日常生活に必要なサポートを提供し、猫ちゃんができるだけ快適に過ごせるように努めることが飼い主さんに求められます。また猫ちゃんが苦痛を感じていないか、定期的に獣医師に相談し、必要なケアや治療を受けることも重要です。猫ちゃんが安心してできるだけ苦痛なく生命の最終段階を過ごせるように、愛情を持って寄り添うことが飼い主さんにできる最善の行動です。その11、排泄のコントロール喪失。猫ちゃんが生命の最終段階に近づく、排泄のコントロールを失うことがあります。これは猫ちゃんの体が衰弱し、膀胱や腸の機能を正常にコントロールできなくなるために起こります。排泄のコントロール喪失は、特に老齢の猫ちゃんや重篤な病気を患っている猫ちゃんに見られる現象で、突然の事象として
飼い主さんを驚かせることがあります。この状態になると猫ちゃんは自分の排泄場所を選ぶ能力を失い、家の中の任意の場所で排泄をしてしまうことがあります。これは猫ちゃんにとっても飼い主さんにとってもストレスの原因となりますが、猫ちゃんが意図的に行っているわけではないことを理解することが重要です。飼い主さんとしてできることは、猫ちゃんができるだけ快適に過ごせるよう排泄事故を温かく対応し、清潔な環境を維持することです。また猫ちゃんが排泄しやすいように家の中に複数のトイレを設置することも助けになります。この時期には猫ちゃんの尊厳を保ち、猫ちゃんが感じる可能性のある不快感や恥ずかしさを軽減することが大切です。その12、人への異常な依存または避け行動。猫ちゃんが死に近づくとき、その社会的行動に大きな変化が見られることがあります。一部の猫ちゃんは飼い主さんや家族に対して異常なほど依存的になり、常にそばにいたがるようになります。これは猫ちゃんが不安や恐怖を感じており、慣れ親しんだ人々の近くにいることで安心感を求めているためです。反対に猫ちゃんが人を避ける行動をとることもあります。これは猫ちゃんが痛みや不快感を感じており、一人で静かに過ごしたいと感じているために起こります。どちらの場合も猫ちゃんが最後の日々をできるだけ快適に過ごせるよう、飼い主さんは猫ちゃんのニーズに敏感に対応する必要があります。猫ちゃんが人の近くにいたがる場合は、穏やかに寄り添い安心できる環境を提供してあげましょう。猫ちゃんが一人でいたがる場合は、安全で静かな場所を確保し、猫ちゃんが必要とする時だけ接触を試みるようにしましょう。その13、瞳孔の拡大。猫ちゃんが生命の終わりに差し掛かると、瞳孔の拡大が顕著に見られることがあります。これは猫ちゃんの神経系が衰弱し、光に対する反応が鈍くなるために起こります。また痛みやストレス、脳の障害など他の健康問題が原因で瞳孔が拡大することもあります。瞳孔の拡大は猫ちゃんがリラックスしている状態では通常見られないため、これが持続する場合は猫ちゃんが何らかの不快感や苦痛を感じている可能性が高いと考えられます。瞳孔の拡大が見られる場合、獣医師に相談し猫ちゃんの健康状態を詳しく調べてもらうことが重要です。猫ちゃんが穏やかに最後を迎えるためには、可能な限り猫ちゃんの苦痛を和らげ安心できる環境を提供することが求められます。猫ちゃんの目の変化に注意を払い、猫ちゃんが必要とするケアを提供することで、猫ちゃんの生命の終わりをできるだけ穏やかに迎えさせてあげることができます。その14、異常な震え。猫ちゃんが生命の終わりに差し掛かるとき、異常な震えを示すことがあります。この震えは猫ちゃんの体が弱っていることの表れであり、寒さ、痛み、ストレス、または内臓器官の機能不全によって引き起こされる場合があります。特に腎不全や心不全などの慢性的な疾患を抱えている猫ちゃんでは、体内の毒素が蓄積し体温調節機能が正常に働かなくなることが原因で震えが起こることがあります。震えは猫ちゃんの体が何らかの不調を訴えているサインとして解釈されるべきです。飼い主さんは猫ちゃんが快適に過ごせるように温かい場所を提供し、可能ならば毛布やヒーターを使って猫ちゃんを温めてあげることが勧められます。しかし震えが持続する場合は、直ちに獣医師に相談し猫ちゃんの健康状態をチェックしてもらうことが重要です。その15、体位の変更が難しい。猫ちゃんが死に近づくと体位の変更が難しくなることがあります。
これは、猫ちゃんの筋肉が衰え、体の各部分をコントロールする能力が低下しているためです。また、関節の痛みや内臓器官の問題によっても、体位の変更が難しくなることがあります。猫ちゃんが同じ姿勢を長時間保持していると、その部分に圧力がかかり、不快感や痛みを感じる可能性があります。このような状態の猫ちゃんは、極めて少ないエネルギーしか使えず、自分で快適な姿勢を見つけることができないため、飼い主さんの助けが必要です。飼い主さんは、猫ちゃんがより快適に感じる体位を見つけるために、優しく猫ちゃんの体を支え、調整してあげることができます。また、猫ちゃん用のクッションや毛布を使って、猫ちゃんが安心して休めるようにサポートすることも有効です。猫ちゃんが体位を変更する際に、苦痛を感じている場合は、獣医師に相談し、痛みを和らげる治療を受けることが必要になることがあります。最終的には、猫ちゃんができるだけ快適に、痛みの少ない状態で過ごせるように、飼い主さんと獣医師が協力して、ケアを行うことが重要です。猫ちゃんの生命の終わりに近づくこの時期には、愛情と注意深いケアが、猫ちゃんにとって最も必要とされるものです。猫ちゃんが、生命の最後の段階にある時に示す行動の理解を深め、どのようにして猫ちゃんをサポートし、安らかな最後を迎えさせることができるかについて学びました。この難しい時期において、最も大切なのは、猫ちゃんが愛され、安心できる環境の中で、穏やかに時を過ごすことを確実にすることです。猫ちゃんとの最後の日々は、心に深く残るものとなりますので、彼らに最大限の愛とケアを提供しましょう。このチャンネルでは、今後も猫ちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。